つもお世話になっているスズキのディーラーにて30分強ほどお借りして試乗いたしました。エクステリア極小の SUV ライクなデザインであり、塊感がある中にも可愛さがあって良いと思います。ヘッドライトの LED アイラインがいかつすぎず間抜けすぎずでちょうど良いアクセントになっていると思います。車全体としてはクロスオーバーというよりはスズキの過去の車のデザインを散りばめてあり、ミクスチャーとも言いたくなる遊び心のある仕上げになっています。また試乗車には個人的に一番気になって板デカールが貼られており、白にオレンジのワンポイントがかなり全体を引き締めているなという印象でした。インテリアは乗る前までは白い部分については懐疑的でありましたが、実際の色味は本当の真っ白というよりはオフホワイト気味で気になりませんでしたし、確かに質感はあまり高いとは言えないのですが、見た目に車内が明るく見えて良いものでした。シートの座り心地は上々です。フロントからルーフは ZC スイフトのオマージュではありますが、あれほどまでにガラスが立っていないので開放感もなかなかのもので、前方の視野も窮屈ではありません。リアシートは大人も乗ることは問題ないですが、長距離は厳しいのかなという程度です。個人的にはステアリングの形状が手に馴染みやすく、インテリアでは一番気に入った部分でした。エンジン性能 1.2 リッタープラスマイルドハイブリッドの仕様であり、特に一般的な使用下においては過不足のないものと思います。これは車全体の仕上げによるものと思いますが、振動がよく抑えられており好印象です。走行性能 4WD モデルでも車両重量は1トン未満に抑えられており軽快です。軽快ですが決してビュンビュンと走るというものではありません。 SUV ライクなものを歌っていますが、エンジンでもわかるかと思いますがハイブリッドを搭載しており、小排気量ターボのような元気な加速などではなく、街中も滑らかにゆったりと走ることを心情としているものに思えます。山道においても過不足なくといったもので、過大な期待をすると肩透かしを食らうと思われます。しかしながら N チャージで培ったアイドリングストップのマナーがとても良く、信号待ちのたびにエンジンが停止しても復帰が早いのでストレスは感じませんでした。乗り心地若干固めの足回りがエクステリアのごつさと印象を同じくしていて気に入りました。前後代わりと高めの車ではありますが、適度に足を固めてあるので山道のカーブなども常識の範囲内で走行する上では安定感があります。また個人的には CVT の乗り味がどうにも納得できなかったのですが、近年では良くなってきていると思いました。イグニスというかスズキの CVT 全般が良くなったのだと思いますが、 AT にだいぶ近くなってきたなという感想を持ちました。燃費市場のため未評価。価格最上級のものでも187万円はかなり頑張っていると思います。総評現時点では国産車ではあまり直接的なライバルがいない車種で、相変わらずスズキは時にこのような変化球を放ってくるので目が離せないメーカーの一つであろうかと思います。直接的なライバルは案外ハスラーなのではないかなと思います。逆に言えば未だに人気のあるハスラーを求めに来た人に対して普通車だとこういったものもありますよという、今までのスズキではできなかった提案ができるものなのかなと思います。 CM やサイトでは盛んにレジャーでの用途を押し出していますが、この車はサイレンカグレードの 4WD が150万程度と普通車の中ではかなり安価なものであり、降雪地域の日常の足としての役割を持つという側面もあると思います。